ありがとう整体の、平野です。まあ、最近というか11月11日からですね、まあ、チャクラ療法の中の脳幹を狙って、やる、施術をねすることによって、まあ、脳からの指令が各部分にね、非常によく伝わるようになって、今までよりもねちょっと驚く結果が出ています。そんな中でその脳幹のお話をしたら、今日長い間ね来てもらっている方がですね、先生それ5年前私が、初めて来た時に脳幹の話をされてましたけどっていうふうに言われたんですけども、まあ、その頃の、まあ、脳幹に対する、まあ、脳幹ってねこの首の、首と頭のねこう、奥にねあるものなんですけども、まあ、全ての、脳神経を介して、全ての体の全てをねコントロールしている自律神経がねこういろんなところをコントロールしているところなんですけども、それはまあよく言う、まあ、回路だとか声帯もですね、まあ、脳幹のねじれを取りましょう、ですから頚椎、首のねこうねじれを取りましょう、頭蓋骨のねじれを取りましょう、そうすることによって、まあ、脳幹がまっすぐになって、機能をねこう回復させましょう、させましょうということでやっていると思うんですけども、それはまあ私も、まあ、5年前にその方に言ったのはね、そういうことで、まあ、お話ししたと思うんですけども、今回の場合はですね、まあ、脳幹を、まあ、チャクラ的に見て、エネルギーの流れ的に見るとですね、やはりその、脳幹の、エネルギーラインも、もう相当、崩されていることが分かりました。ですから、頚椎を治しても、頭蓋骨を治しても、もうその、脳幹に行くエネルギー自体がすごく偏っているので、当然ね、首を治しても、頭蓋骨を治しても、それは、調整されないということだと思います。で、まあ、それが本当にこの、そうですね、何ヶ月で非常に強くこうねじられている感じがして、このたんびにですね、調整方法をねちょっと変えてきたんですけども、本当にこの11月11日にね発見したそのチャクラの脳幹療法ね、非常に、いいと思います。ですから、まあ、その現実的なこうねじれも当然取らなければいけないし、エネルギーを受けている、そのエネルギー体のねじれも、この2つを、まあ、調整できているのかなっていうふうに今思っております。そんな、また小難しい話をするね変な整体ですけども、まあ普通のところではやっていない、普通の整体ではやらないところをやることを信条にしています。ありがとう整体と申します。